こんにちは、ハッピーウッチャンネルです。今回は文房具カフェの紹介動画となっております。今回は2週目、3週目をまとめてご紹介したいと思います。お、盛りだくさんですね。2週目は三ツ矢くんとドラケンのメニューが食べられる週になっております。今回私たちが座った席には三ツ矢くんの消毒スプレーが置いてありました。まずはこちらのドリンクの紹介です。三ツ矢のアップルバタフライピーティーです。ピーティーがねちょっと言いづらいですよね。そう、なんか言いづらい、合ってんのかなって思っちゃいました。まあ、バタフライピーの、あのハーブティーですね、ハーブティーのドリンクとなっております。もうこの色がねめちゃめちゃ綺麗です。いやー、おしゃれな色です。で、上に乗ってるのはリンゴのシャーベットですね。シャーベットを溶かしながら飲むとまたすっきりとした感じで美味しかったです。美味しかったです。お次はこちら、ドラケンのトロピカルグアバジュースです。グアバジュース、グアバ、グアバなんですかね。あの難しいです、ね、あんま言ったことないからどっちなんだろう、わかんないんですけど。ただ久しぶりにグアバジュース飲みましたけど、はい、本当に美味しかったです。いや、美味しかった。あとこの上に乗ってるのがレモンのシャーベットですね。あとドラゴンフルーツですか、これ。はい、ドラゴンフルーツ初めて私食べたんですけど、見た目ちょっとグロいんですけどね。はい、すごい美味しかったです。美味しかったです。お次はお料理です。こちらはドラケンの牛カルビドライカレー激辛唐辛子サラダ添えです。もうこのドライカレー見てください、もう芸術です。いや、もうすごいね、美味しいし、これドラケンのね髪の毛をイメージしたカダイフ、あのなんかパリパリしたね、なんか麺みたいな、美味しかったです。なんかいいアクセントになってる、本当に美味しかったです。激辛って書いてあったんですけれども、全然辛くなく、うん、すごい美味しくね、食べましたね。でも普通に美味しく食べられました。最高です。お次は三ツ矢のオレンジマスタードで食べる銀ヒラスの西京焼きです。こちら銀ヒラスがちょっと仕入れができなかったということで、当日はサワラになってました。あのオレンジマスタード、これめちゃめちゃ美味しかったね。西京焼きにこのオレンジマスタードっていう組み合わせ、本当に初めて食べましたけど、めちゃめちゃ美味しかったです。おしゃれなホテルでランチしてるかのような。いや、本当にね、おしゃれだし美味しいし、もう最高でした。文房具カフェさんのお箸が鉛筆のお箸になっていて、とっても可愛かったです。この日は食後のデザートにマンハッタンロールアイスクリームにやってきました。こちらのお店に来るのは、あの昨年 の、 あのワールドトリガーのコラボ以来でしたね。そうでしたね。文房カフェは表参道にあるんですけれども、こちらのお店は原宿にあるので全然歩いて行ける距離なので、そうですね、歩いて15分ぐらいあれば行くことができます。ロールアイスくるくるしてるのをいつ見てもやっぱり楽しいです。これが最高なんです。今回はドラケンの桃とラズベリーのアイス、もう食べたいもので選びました。もう間違いないですよ、ね、いや、桃大好きなんで本当にこれにしました。みんな大好きです。これコースターです。いきます、せーの、じゃん。お、ドラケンだ。ドラケンです。ドラケン、ドラケン、嬉しい。それではお次は文房具カフェ3週目の紹介です。ここに飾ってあるポスターはその時の週のキャラクターに変わるんですけれども、無事に見れて嬉しいです。ありがとうございます。私たちが今回通された席も千冬とバジ君の間そうですね。お席はバジ君だったので、アルコール消毒スプレーもバジ君でした。まずこちらがちふゆのホワイトブルーフロートです。いや、もう見た目からもうちふゆって感じのドリンクだよね。アイスが塩ミルクアイスになってるんですけれども、その上にホワイトチョコも乗っていて、すごい可愛くて美味しいドリンクになっていました。お次はバジの新生グレープソーダです。この深い青ですよ、おしゃれー。で、これが巨峰のシロップとブルーキュラソーシロップっていうことで、なんかすごいね、深みがあるグレープ味のジュースって感じで、めちゃめちゃ美味しかったです。美味しかったです。ちふゆとバジ君。お次はお料理の紹介です。こちらはバジのブラックスパゲティローストビーフ添えです。おしゃれだし、かっこいいよね、見た目も。もうかっこいい。で、このカプレーゼ、細いパスタなんですけども、これが本格的なトマトソースとモッツァレラチーズとバジル、これが本当に絶妙で美味しかったです。このローストビーフもめちゃめちゃ美味しかったです。やばかったです。お次は地冬の心まで温まるクリーミークラムチャウダーです。こちらのクラムチャウダーは地冬のねニットをイメージしてるみたいです。
おしゃれ、本当に美味しかったんで心までたまりました。何よりこのチューリップチキン、第1週目で竹ミンチの料理にも載ってたんですよね。これをお揃いで地冬のメニューにも載せるってセンスいいなと思いました。最高です。ということで文房具カフェ2週目3週目でいただいた特典をまとめて紹介していきたいと思います。まずこちらに写ってるのがドラケンのランちゃんマットです。めちゃめちゃかっこいいです。2週目でいただいてきました。で2枚目がこちらですね。三ツ矢くん。いやー本当にね、2週目も3週目もあの運よく当選してくれたので、もう行けて本当に嬉しかったです。でこちらが3週目でもらってきました。バジくん、うわーかっこいい。最後はタケミッチでーす。タケミッチ、いやもうこれで全種類揃いました。ちょっと全種類並べてみたいと思います。ランチョンマット6種類はこんな感じでした。おお、もう圧巻ですね。いや最高です。そしてこちらが2週目でいただいたドラケンのドリンクについてきたドリンクタグです。こちらは三ツ矢くんのドリンクタグです。こちらが3週目でいただいたバジュくんのドリンクタグです。最後はこちら、地冬のドリンクタグです。ドリンクタグは5種類集まりました。あー、タケミッチだけいない。そう、1週目でね、タケミッチあのドリンク頼まなかったことがすごい悔やまれます。悔しい。お次はコースターの紹介をしていきたいと思います。1週目はバジュくんのサイコロの目が出たのでバジュくんのコースターをもらいました。2週目のサイコロの結果はこちらです。バジュくんとマイキーのサイコロの目が出たのでこちらの2種類をもらってきました。もうあのサイコロがほんと楽しいんです。バジュくん2枚とマイキーとなりました。やっぱり私は本当にバジュくんがよく出てくれますいつも出てくれますね。それでは3週目のサイコロの結果はこちら、地冬とマイキーが出てくれました。今回はねサイコロはあの旦那さんが振ってくれたんですよ。とりあえず無心で振りました。ということでコースター1週目2週目3週目の結果はこんな感じになりました。いや3種類しか出なかったそして最後はフード特典の缶バッジを開封して終わりにしたいと思います。こちら前回ね2個開封してドラケンが2個だったのでドラケン以外なんとかね出てくれたら嬉しいなと思います。それではまず2週目にもらった缶バッジを2個開封していきます。では1個目です。せーの、じゃん。おお、タケミッチよかった、かぶってないです。ドキドキしちゃった。タケミッチが出てくれました。それでは2個目です。かぶらないでください。お願いします。いきます。せーの、じゃん。あ、おお、地冬が出てくれました。うわ、よかった、かぶってない。いいですね。なんか前回が2個かぶっちゃったからもしかしたらなんか2個連続またかぶっちゃうかもって思ったんですけど安心しました。それでは3週目にもらった缶バッジ2個開封します。いきます。せーの、じゃん。あ、タケミッチ、待って、めちゃめちゃかぶれますね。あー、そっかそれではこちらが最後ですもうなんかかぶる気がしてます。じゃあ行きます。いくよ、せーの、じゃん。お、あ、バジさんだ。バジさん、よかった。バジくん出てくれました。うわー、びっくりしたということで缶バッジ6個開封の結果は最終的にこんな感じになりました。いや、よかった、よかったですよセーフ、セーフですね文房具カフェ無事に1週目2週目3週目といけて本当に嬉しかったです。ご飯も美味しいし雰囲気もいいし本当にまた行きたいと思います。ということで今回の動画は以上となります。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。